なんかあなたの好きなことは何ですかとかってカウンセリング法で、何がやってる時が楽しいですかとかっていう方法で見つけていく方法もあるんですけど、うるせえよって話なんで、だったらそんなことしないで、やりたいことが決まってない、お先生さん、やりたいことが決まんない時どうしたらいいかっていうのがちょっといい案があるんですけど、僕さっきシャンプー台で聞かれたんですけど、美容師さん何でやってるんですかみたいな感じで、僕高校から働いてて美容師をちょっと始めたんですけど、特になんか流れでなっちゃったんですよね。もともとヘアメイクやりたくて美容室入って美容の方がいいかなと思って、高校1年生から美容室でバイトしながら自然に今なってるんですけど、で多分自分何やったらいいか分かんない人とかなんかいろいろありそうですけどね、難しい、なんかそういう人がいると思うんで、そういう時どうしたらいいかっていう方法なんですけど、一応ですね、簡単に言うと8時間必要とし、まあ8時間、5時間から8時間ぐらい必要です。で、その皆さんの地域の一番大きい本屋さんに行きます。で、どうやってやるかっていうと、最初の1時間ぐらいはとりあえずその目次や本のさ、本ってこうなってるじゃないですか、入ってるじゃないですか、バーって、うん、例えばこの辺だと紅茶法とか純駆動とか、大きい本屋さんを一回全部の階を回ってほしいんですけど、その地域の最大の本屋さん、うん、で5時間ぐらい時間をもらって、最初の1時間ぐらいは、1時間2時間はそのとりあえずその本、漫画とか抜きにして何でもいいので全部の階をとりあえず一通りその歩いてほしいんですよ。で、本の棚の本がこう刺さってたらタイトルってあるじゃないですか、それをずっと見ていく感じ、目で追う感じ、あの速読する感じです。それでバーっていくんですよ。1階から、例えばじゃあ1階から5階まで本屋さんあるとしたら、1階の方から順番に行って漫画とか抜きにして、でそれで行くんですよ。でも両側あったら両側速読できないんで、こう行ったら今度こっち側から、ちょっと変な人になっちゃうんですけど、それをやって1回じゃ分かんないから、それを2回から3回繰り返すと1時間ぐらいかかっちゃうんですよ、大きい本屋さんだったら1時間とか2時間とか。でそこで印象に残ったポイントのところをまた見ていくんですよ。例えばですよ、その自分が気になってることとか、自分の潜在意識的に多分パッて入ってくるカタカナとか漢字とかってあるから、それ自分が多分求めてるやつだったりとかするんで、潜在意識的に分かんないですけどね、それが多分自分に合ってるやつに近いかもしれないので、その自分が頭の中に一回整理して2、3週ぐらいしたら、そしたら自分の頭に入ってる活字だったり漢字だったりカタカナっていうのが、あ、なんかあれ気になるって思ったのが多分気になる仕事のジャンルだったりとかするから、そこをもう一回見るんですよ。で、そこをもう一回、まあ1回と4回それがあったとしたら、1回を見て4回を見て、でそこからだんだん最後の1時間でそのなんていうかな、それを狭めていって、まあ、その時に自分が一番好きな部分の潜在意識的になんか求めてる部分を見てたりとかするわけですよ。もしかしたらそれが自分に合ってる仕事の一つかもしれないから、そこからまず行くみたいな。あ、どうですか、だから行動しないと多分、結構彼女は行動する派だと思うんですけど、家で考えてて何しようかなってインターネットでこう見てても、まあ、それも一つの行動でもあるんですけど、やっぱ体と視覚とかも使ってった方が良くて、でインターネットだったら自分がアクセスしようと思ったところの業界しか見えなかったりとか、自分が今自分のなんていうの、引き出しの中にあるものしかないじゃないですか。だけど本屋って自分が関係してないものも置いてたりするから、そのタイトルを見ていくことによって意外なインプットがあるから、その本屋に行くっていう行動が必要で、1時間とかじゃなくてもう5時間そこにいるって決めて、5時間をそこで過ごす、さあ1日で見つかると。例えばかなり究極ですけどね、そこまですればなんか見つかるし、多分その5時間は多分無駄に絶対なんないから、その5時間でなんか見つかるなくても、その5時間がきっかけとなって、その次が絶対あるはずと僕は思うんですよね。だから、あなたの好きなことは何ですかとかってカウンセリング法で、何がやってる時が楽しいですかとかっていう方法で見つけていく方法もあるんですけど、
うるせえよって話なんで、だったらそんなことしないでそうやって行動した方が分かりやすい、早いと思うんですけど、どうでしょうか。自分から動き出した方が絶対、そうそうそう、なんか見つかりそうじゃないですか。そうですね、なんかね、頭のなんか多分思考の中に残るはず。家帰ってからもうその時見つからなくても、なんかあのタイトル気になるなとか、なんか私やっぱりなんかジャンルごとでなんか正し書きこうしてってもいいですし、このジャンル気になるなとか、旅行気になるなとか、何でもいいんですけど、そうしていくと絶対見つかる、消去法をしていくと見つかると思うな、きっと。それが多分それを仕事にしてるジャンルを今度調べていけば多分きっと面白いと思うし、そうするとただの販売する仕事じゃない気がする。なんかちゃんとスキルアップできる仕事に結びつく気がするから、誰でもできるのは多分 AI とかコンピューターがこれからやっちゃうので、